バルカン半島諸国の分離独立、バルカニゼーション、またはバルカン化は、ある地域や国家が互いに対立するような小さな地域、国家に分裂していく様子を表す地政学用語。この用語の起源は20世紀に起こったバルカン半島の紛争にある。現在、使われているバルカニゼーションは、もともとは第一次世界大戦後のオスマン帝国崩壊に続いて起こった。 民族国家軍の分離独立を表す歴史上の出来事である。第一次世界大戦の勃発した地でもあるバルカン半島は別名ヨーロッパの火薬庫とも言われ、1990年代のユーゴスラビア紛争当現代に至るまで民族問題が紛失している。また、この用語は単に分断された状況を意味する際にも使われている。例えばインターネットを利用する。 人々の住み分けや近隣急防化政策を取る競争相手の出現で協力体制が崩壊することなどである。バルカニゼーションはプログラミング言語やファイルフォーマットの多様化、米国郊外のゲーテッドコミュニティ化についても使われている。ネガティブな文脈で使われることの多い用語だが、バルカニゼーションそのものを社会や組織の維持のために必要なものと肯定的に捉える。 考えもある。バルカニゼーションを肯定的に捉える研究がゴールドスミスカレッジ構造研究センターのセルダンベナビッチ・ウェイスによって行われている。2007年1月にスコットランド独立の機運が高まった際に英国首相のゴードン・ブラウンはブリテン島のバルカニゼーションと表現した。ありがとうございます。